よくわかる新庄光輝。山中の猿ご連人のこと。この頃とても哀れなことがありました。美濃と近江の国境に山中というところがありました。日のほとりで雨露に打たれて乞食をしていた体が不自由な者がいました。信長は京都からの王冠の際この者をたびたび見かけていました。大抵乞食というものは住所も定まっていないものだ。しかしこの者はいつも変わらずここにいる。何か理由でもあるのだろうかとある時疑問に思って付近の者に尋ねました。すると付近の者はその由来を信長に申し上げました。昔この山中の宿で時は御前を殺めた者がいました。その因果で子孫の者が代々体が不自由な者となりあのように乞食をして暮らしています。山中の猿とはこの者のことでございますと申し上げたのでした。6月26日信長は急遽上洛することになりました。この時とても忙しい中でしたが山中の猿のことをふと思い出しました。信長は木綿二十反を自ら取り出し山中の宿で馬を止めました。この町の者たち男女とも皆出頭せよ言いつけることがあるとお触れを出しました。何を言いつけられるのであろうかと皆恐る恐る出頭してきました。信長は木綿二十反を山中の猿のために準備して町の者たちはこれを受け取りました。信長はこの木綿の半分を費用に充てて近所に小屋を建てよう、そして山中の猿が飢え死にしないように情けをかけてあげようと町の者たちに言いつけました。さらに近隣の者たちは麦ができたら麦を一度、秋には米を一度、一年に二度ずつ毎年少しずつでもこの者に施してくれれば信長はとても嬉しく思うと言い添えました。あまりにもありがたいことでありましたので山中の猿は言うまでもなく山中の町中の男女も皆袖を絞らぬ者はいませんでした。お供の者も皆涙を流しました。そればかりかお供の者も武器を加えて施したのでした。そのありがたさは言葉に表すことができないほどでした。このように信長は慈悲深さがありましたので諸天のご加護があり家紋は末永く繁栄するであろうと感じ入ったものでありました。近中において親王様おんまり遊ばさるのこと。1575年6月26日信長は上洛しました。その日は沢山で少し休息を取り早船に乗って琵琶湖を渡り坂の戸に到着しました。その日は少し風が吹いていました。小召集を5、6人引き連れて6月27日京都へ到着しました。その日は相国寺に泊まりました。7月1日石家水賀家その他にも播磨の別所長春別所重宗三好康長武田元明辺見正常阿波谷勝久熊谷直之山形下野の神内藤重政白井松宮清長畑田加賀の神らも上洛しました。この時塩川長光は馬を拝領しました。このように畿内諸国の大名武将たちが出資してきました。7月3日近中にて実人親王の蹴鞠の儀が催されました。盛大に行われ大変結構なことは言葉にできないほどでした。信長も馬回り衆だけを連れて参拝しました。蹴鞠の儀が終わると信長は黒戸御所に沖淵に参上し片付けなく天杯を内しどころの女官からいただきました。蹴鞠を見物したのは清涼殿の庭でした。参加したのは実人親王は立て星に脳死色は紅と藍であり下は差し抜きの袴でした。その後この王子に着替えられその色は紅でした。マリバには猫飼いを敷きました。山上にしさぬきは白の脳死に差し抜き花秋寺晴海にはひわだの狩り犬に差し抜き飛鳥井正則は紫の水管にくずばかま三輪田重康は萌木の狩り犬にくずばかま甘露寺常本は玉虫の水管にくずばかま高倉長介は紫の水管にくずばかま山科時常は紫の水管にくずばかま三輪田重道は紫の水管にくずばかま花秋寺晴豊はトカゲの水管にくずばかま三条錦金秋は萌木の水管にくずばかま中山近綱は岩足隊飛鳥井正篤は
金主の水管にクズバカが、カラスマル三つは紫門社の水管にクズバカが、竹の内長春は萌木の水管にクズバカが、中野院道発は染め紫の水管にクズバカが、水瀬近友が萌木の水管にクズバカが、三条実綱は紺の水管にクズバカが、日野照介は紫の水管にクズバカが、広橋金勝は金地の門社の水管にクズバカが、高倉長隆は金社の水管にクズバカが、までの工事厚房は六章模様の水管にクズバカが、すすきもろみつは都央、五筋元中は柳色の水管にクズバカが、以上の者が参加しました。7月3日信長に官位昇進の勅上がありましたが、信長はこれを信釈して受けませんでした。しかしながら内々思うところがあったのでしょうか。家老衆の松井勇官は宮内教法院、武井石庵は新野法院、明智光秀はこれと日向の神を名乗ることを許されました。柳田広政は別級婚、丹羽長秀はこれ角を名乗ることを許されました。誠にありがたいことでありました。7月6日上下行の衆が明願寺で能の会を催し、信長もこれを見物しました。桟敷の中に入ったのは摂家清賀家の者たち並びに、武井石庵、松井勇官、楠木正虎、長雲たちばかりでした。能は8番ありました。関税与左衛門と関税又三郎は所望して大川を打ちました。7月15日岐阜へ下校しました。越前御神発元越両国仰せつけられるのこと。このような中、信長は近江の瀬田に橋を架けるように山岡景孝と木村隆重の二人に命じました。若狭の神宮寺山と朽木の山中から材木を取らせました。7月12日が吉日ということでしたので柱を立てました。橋の広さは 7.3m、長さは 327m 余りで、橋の両側に欄干を作らせました。末代まで役に立つよう丈夫な橋を架けるようにと命じました。天下のためにということはもちろんのことであり、傍観する旅人の利便を思いやっての橋の建造でありました。7月15日上洛寺まで出てきて、7月16日には樽井に泊まり、7月17日には曽根に立ち寄りました。曽根の稲葉一徹はとてもありがたく思い、孫たちに能を演じさせて信長に見せました。信長はその時腰に刺していた刀を稲葉貞道の子稲葉則道に与えました。7月17日岐阜に帰城しました。8月12日信長は越前へ進行しました。その日は樽井に陣を取りました。8月13日小谷の羽柴秀吉のところに泊まりました。この時羽柴秀吉は信長の軍勢へ兵糧を提供しました。8月14日敦賀に泊まりました。武藤清秀のところに陣を取りました。敵方の越前一向一揆勢が立てこもっている城は板取城には下妻来春が大将となり、堅固に構えて加賀越前の一向一揆勢が集まって立てこもっていました。日の目峠には石田の西光寺が大将として一揆勢を率いて陣を構えていました。八伏城には千秋寺、阿賀三郎、阿賀与佐兄弟、越前衆が守っていました。今城、木内城の両城は堅固に補強し、昔の木曽義仲のように能見川と新道川の二つの川の合流地点に堰を切り水を応え、下妻来将が大将として守っていました。平越、水津城は大塩の円光寺と加賀衆が守っていました。海岸には新城を築き、若林長と若林仁七郎親子が大将として越前衆が守っていました。府中には龍門寺を補強して三宅権之丞が陣を構えました。このように要所要所に城塞を固め、足がかりを構えて堅固に守っているということでありました。8月15日ことのほか風雨が吹き荒れていましたが、信長勢の先手はことごとく出撃しました。先陣となったのは越前の浪人衆たちでした。さらに前田義継の息子戸田長重、家合之助、佐久間信盛、柴田勝家、滝川一益、羽柴秀吉、明智光秀、丹羽長秀、柳田広政、細川藤孝、原田直政、八谷頼孝、荒木村重、稲葉一徹、稲葉貞道、氏家直道、安藤盛成、磯野一政、厚地貞之、厚地貞弘、不破光晴、不破直光、武藤清秀、織田信孝、織田信澄、織田信兼、織田信雄と伊勢衆、これらをはじめとして総勢3万余騎が
先を争って平越えの諸方面から越前へ乱入しました。海上から攻め込んだ軍勢は阿波や勝久、天見正恒、阿波や八代王、内藤重政、熊谷直之、山形下野の神、白井、松宮清永、寺井、香川、畑高賀の神、丹後から出陣しましたのは一色義道、矢野、大島、桜井でした。数百艘の船団は旗頭をなびかせて裏港に登り、ところどころに煙を上げていました。これに対して円光寺、若林長と若林陣七郎親子は出陣してきました。これを明智光秀、羽柴秀吉の二人はものともせずに撃退し、2、300人を討ち取りました。そのまま円光寺、若林の城へ攻め込み焼き払いました。8月15日、討ち取った首は敦賀にいた信長の元へ送られ、首実験にかけられました。8月15日の夜、三宅本之丞が立てこもっていた府中の龍門寺に忍び込み、これを乗っ取り付近に火を放ちました。木の目峠、八伏、今城、木内城にこもっていた者は豪放を焼き払われたことで狼狽し、府中を目指して退却しました。羽柴秀吉、明智光秀の二人は府中の町で加賀越前の一騎勢2000余騎を切り捨てました。二人の手柄は言うまでもないことでありました。阿波賀三郎、阿波賀与三兄弟は降参して許しを請うてきましたが、信長はこれ許さず原田直政に命じて処刑させました。8月16日、信長は敦賀を出陣し、馬回り衆とその他1万余騎を引き連れて木の目峠を越えて、府中龍門寺の三宅金之丞の砦に向かって陣を構えました。ここで福田三河の神を路地の警護のため今城に置きました。朝倉景武は山林に隠れていた下妻来将、下妻来主の千秋寺を探し出し首を切りました。朝倉景武はこれを手土産にして信長に許しを請うてきましたが、信長はこれを許さず向井駿河に命じて朝倉景武を処刑させました。この時驚くべきことがありました。朝倉景武が処刑されたことで、朝倉景武の家来の金子新之丞親子と山内源右衛門という3人の者が主人の後を追って切腹しました。この3人の忠義を見て向井駿河は感じ入ったものでありました。8月18日、柴田勝家、丹羽長秀、織田信澄の3人は戸田城へ攻め込んで攻め落とし、500、600人を切り捨てました。金森長近、原長頼は美濃方面から無城に出陣し、目を徳山から大野民へ攻め込み、数箇所の小城を攻め焼け、多数の敵を切り捨て諸方面から協働して放火しました。これによって越前の一騎勢は混乱し、取るものも取り合えず山々へ逃げ込みました。信長は山林を探し出し、男女の区別なく切り捨てよと命じました。8月15日から8月19日までの間に諸方面から生け捕りにして引き立てられた者たちは12,250人余りとの記録がありました。信長は小昇州に命じて処刑させました。その他にも国外へ連れ去られた男女は数も知れませんでした。生け捕りにされた者、処刑された者が合わせて3、4万人にも及びました。8月23日、信長は一条谷へ陣を移しました。稲葉一徹、稲葉貞道親子、明智光秀、羽柴秀吉、細川藤高、柳田広政は加賀まで軍勢を進めたとの報告がありました。8月28日、豊原へ陣を進めました。この時堀江、小室の西光寺の一騎勢が許しを請うてきたので、信長はこれを許し、信長にお礼を申し上げたのでした。加賀の飲み軍エルマ軍が平定されましたので、日野屋城、外省寺城の2城を築き、柳田広政、さっさ長明、並びに堀江景忠を加えて入れておきました。14日の間に加賀越前を平定しました。信長の意向がますます輝いたことは言うまでもありませんでした。加賀越前北国の平定、橋の完成、王府から馬の献上、茶の湯の会と会員昇進、岩村を攻略、信忠の活躍。次回よくわかる新朝後期、家督を信忠に譲る。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。